じゃじゃーん。はい、皆さんこんにちは。元気なおじるいし。今日は8月31日土曜日、時刻の方は16時41分でーす。ぴょ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 ー。はい、そんなわけでね、たーん。はい、今回はこちらの商品を紹介したいと思います。やったー、面白そう。いや、バギーのラジコンです。やったね。今回は、はい、ホビートイ様より提供をいただきました、このラジコンを元気なおじいが紹介したいと思います。いや、元気なおじいはおもちゃ関係大好きね。で、特にラジコン関係大好きですね。やったね。はい、今回のラジコンなんだけども、まあ、あの商品名としてはね、子供向けということで16分の1スケールの電動 RC カーになります。で、これがね、すごいところがね、バッテリーが2個ついていて、それでね、35分間遊ぶことができる。これすごいよね。いろんな商品あるよね。まあ、ドローンとかさ、こういう四駆みたいなのもあれば、F1 みたいなのもあればね、ボートみたいなのもいろいろあるよね。で、大体ね、そんなに長くね、遊べることってないんだよね。大体ちょっと遊んで、あ、もうちょっと遊びたいって慣れてきた頃にバッテリーが、あー、なくなっちゃった。充電、充電、充電、充電って感じでね。そんなことがね、経験あるんだよ、おじいも。ね、いやー、こんなラジコンね、今ね、Amazon 見たら、多分びっくりすると思うけど、びっくりするほどお安く購入できます。いや、すごいよ。元気なおじいの子供の時代って、こういうね、ラジコンって、お金持ちのお坊ちゃんしか買ってもらえなかった。元気なおじいはラジコンがね、なかった。それでね、リモートコントロールね、ブロック崩し大会で準優勝して、リモコンのやつね、コードが付いてるやつ、それをね、ゲットして遊んだ記憶があります。大人になってから20歳を超えてからね、働き出して、F1 のラジコンを買ったのがね、本当まあ、楽しい記憶なのかな、どうなのかな、と、大人になってやっと買えたーって感じなんだけど、いや、今、令和時代ね、お値段聞いたらびっくりしちゃうよ、本当ね。あ、そうそう、お値段の方気になるでしょ。元気なおじいの、このね、動画の説明欄にリンクがあるので、見てびっくりしてください。今日現在、クーポンコードがあります。そっか、クーポンチェック入れて買うと、こんなに安いのって感じで、マジでってね、びっくりしちゃうよ。はい、そんなわけでね、早速ね、開封いきたいと思います。はい、もうおじいね、もう我慢できない、本当ね。これ、開封したいと思います。開封するにあたって、ここのね、シールを外さなければいけないんだけどね、元気なおじい、よいしょ。カッターをね、用意してなかったので、まあ、綺麗に剥がしていきたいと思います。まあね、カッターでピッピッって取っちゃうのが手っ取り早いんだけど、おじいはこうやって剥がしてね、開封するのが、なんかこうワクワクするんだよ。みんなもそうじゃない？ツッツッってやる人もいるけどもさ、普通そうだけどもさ、これ綺麗にテープを取っていくのが楽しみだったりするんだよ、おじいこれがね。はい、じゃあ、早速開けていきましょう。まだあったのね。結構厳重な梱包になっているのでね。いやー、楽しいなー、ほんと。このテープ剥がしがね。よいしょ。ワクワクしちゃうね。よいしょ。よいしょ。はい。ポワン。剥がしました。そしたらね、これね、こうやって開けるのかなと思ったら違ったね。横片側だけ開ければ OK です。はい、それじゃあね、てて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 、てうおーほほー、きたー、うおー、かっちょえ、マジで、すげー。いや、ちょっとテンション上がっちゃうよ、これ。いやー、うまいよ、これ。うわー、すげー、かっちょえ。うわ、このクオリティ見て、ほら、いきなり、やばい、やばい。ちょっとね、いつもと順番変わっちゃうけど、ちょっとこれね、先に言わして、先に言わして
ごめん、先に言わせて。いや、この商品、アマゾンね、はい、今現在、4480円の600円のクーポンがあるんで、3898円です。なんと4000円しない。マジで。これね、すごいでしょ。このクオリティ、このサイズで、このクオリティだよ。やべえ。まあ、下になんかね、ついてました。じゃあ、これね、剥がすのをこれ、裏から、おーおーおー、このね、プロポ。このプロポがね、おじいの時代は、いや、夢だ。うおー、このテンション、このテンション。おー、いいね。真ん中にも、もうさ、こういう時代じゃないんだよね。これだね。ラジコンってね。みんなこれなんだよ。わー、嬉しくなっちゃうなー。これこれ、やってやった。ね。プレイステーションとかでもこういうコントローラーあったんだよ。ね、買ったよ、おじい。アクセルでブレーキでしてね。うん、ヒラドトゥーできねえじゃん、つって。その後に右側と左側のやつがね、できてね。まあいいや。それはいいや。二つあったんですよね、はい、まあ、お話が変わっちゃうのでね。そしてここにね、マニュアルがついておりますで、このマニュアルは中を見ると、はい、任してちょうだい、マルチランゲージになっているので、なんとね、前半は英語なんだけど、後半はちゃんと日本語のマニュアルとなっております。はい、使い方から何からね、ちゃんと日本語になっております。バッチリだね。はい、そしてこの本体を取るには、ここのところに止めてあるもの、これを取らなきゃならないので、これはどうやって取るのかというとね、これネジになってます。これね、はい、こうやってね、ネジになってます。左側に回すと外すことができます。はい、取りました。そしてね、これを外して、おー、やーべー、かっちょえ。でね、ここはR とか L ってあるんで、これでこうまっすぐ走らなかったら、ここでこうちょっとこう微調整こうねするんだね、これをね、うん、やっべーなー、これかっちょえ。オンオフがあって、でここを外すと、よいしょ、あ、ここネジになってる、ネジネジネジね。ってことは、この中にネジ用セットとバッテリーが入ってるのかな。よいしょ。おお、はい、そんなわけでね、うん、ちょっと待って、バッテリーにごちきって書いて、今バッテリーにごちきって書いてあって、これ1個しか出てこないから、おと思って、で、充電ケーブルがあって、で、これ。ってことは、この中に1個セットされてんのかな。うん、バッテリーにこしきってなってたからね。よいしょ。いやー、このクオリティで4000しないの？うわー、これどこでも走れるタイヤだ、これ。おーほほー。おー、こっちだね、こっちだね。うん、ね、コリンクドだね、これね。うん、やっばいねー。あ、ついてる。これは、最初は、だけど、あれでしょ？充電されてないでしょ？どうしてこれオンになってたから。ね。うん、いや、これやばいな。あ、繋がってないじゃん。これ。あ、ってことは、もしかしたら、充電されてる可能性があるかもしれないので、ちょっと可能性にかけてみましょう。これバッテリーね、ここで接続することができまーす。よいしょ。さあ、向きを合わせなきゃならないので、こうかな。よいしょ。違った。2分の1を確認で外した。よいしょ。はい、これで、刺さったかな。やべえ、ラジコンワクワクしちゃうな。よいしょ。これが左側で、これ、よいしょ。横にした方が、あ、これ逆の方がいいな。こっち側にして、こうしてやった方が、しっくりと入るかな。うん、こ
で、よいしょ、パチン、うん、無理かな無理かな、充電入ってないっぽいかな、もしかしたらね。はい、そんなわけでね、こっち側のプロポの方の電源は、これはおそらく電池かな、こっち側も充電だったらね、ありがたいけど、大体こっちはね電池のパターンが多いよね。はい、電池、これね、おそらく単三電池が4本使う仕様になってます。単三電池ね、4本使います。はい、さあいかがでしょう。でこれ 2.4 ギガでちゃんと技適をね取得していますよということで、はい、日本の技適マークがちゃんとねここについておりますね。ちゃんと日本の技適取ってるから安心して宣伝してくださいということでね、ショップさんから一応言われておりますね。みんな技適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 って言うでしょね。絶対にバッチリ大丈夫でございます。はい、じゃあねちょっと電池を用意して、まずは見てほしいのはこのクオリティの、はい、このバギーでございます。かっこいい。この大きさでこのクオリティで、ほらやばくないこれ。4000円しないんだよこれで。おー、かっちょえ、ほらやばいねやべー、早くこれ充電して走らせたいね。ね、ちょっと待って、もう我慢できないから、ちょっとプロプロくらい電源入れてみるよ。ちょっと待ってね。はい、そんなわけでね、電池はねたくさんあるんだ、おじいね。アマゾンの電池いっぱい買ってるからね、いっぱい充電してるんで、すぐに取り出すことができます。電池4本なんで、アマゾンの充電池をね使いたいと思います。はい、こちらになります。じゃあね、向きをしっかりと合わせて電池4本をここにセットしていきたいと思います。はい、1本、2本、そしてね向きを変えて3本4本セットしました。そしたらね、ワンタッチで締めましょう。こっちかな、うん、逆かな、お逆かこれ、え違うよね、こっちだよね。ちゃんとここに合わせて、あ、ちゃんと溝があるから、この溝に入れてパコね。で、ここのところでパッチン、あ、失敗した失敗した。はい、こうしてね、ここのパッチンってやって、はい、これで OK です。で、完璧にちゃんとロックするには、ここまたね、ネジを戻しましょうって感じになります。はい、これでスイッチオンにして、はい、ピッ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 ってなんで、本来はこの状態で、こっち側のバッテリーがあったら、これオンにした段階で、本当はこれで、本当はつながるんだよ、これで。あ、おう、おお、やべ、来た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 。お、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 来たよ、来たよ。わ、やべえなこれ。やべえな。やばいなこれ。よ、ちょっとね、この狭いとこだとちょっとやばいでしょこれ。ほら、やばいでしょこれ。ボンボンってしましょう。で、バックバック。お、お、お。お、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 いいね。お、よ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 。ほ、ほ、ほ。いやー、ちょっとワクワクしちゃうね、これね。やばい。これ、早く走らせに行きたいね、これね。やばい、やばい、やばい、やばい。これはちょっと楽しすぎます。ね。はい。この狭いところだと、ちょっと動かすことができないので、これ実際にね、表で走らせたいと思います。うひゃー、やべー。おじいもテンション上げ上げだよ。ラジコン大好きだからさ、ほんと。車もドローンも大好きだからさ。それでね、これちょっとこう、充電するときに、
ここがどうなるかね、ちょっとおじいは確認したいと思います。まあ、ちょっとこのね予備の電池をセットして、でここに充電した時にランプがどうなるか、ね、これバッテリーあったかな、あバッテリーちょっとしかないや、もうあしたらね、はい、今バッテリーがね、これ赤く点滅してついてるので、充電中は赤く点滅がつくものと思われます。したら充電が終わったらどうなるかなんだけど、ちょっとマニュアル見てみるね。充電が終わったら、はい、ここに書いてあるんだけど、ちょっと字が細かくて見えないので、またちょっと待っててね。よいしょ、ね、いや子供たちだったらね、もうこの字もクワって見れるけどね、もう老眼になっちゃったら見えねえんだよ。はい、ライト、あ消灯するんだって、充電中はライトが点滅します。このようにね、今点滅してます。で充電が完了すると点滅が停止するそうです。はい、これはもう分かりやすいね、本当ね、で、まあ、操作についていろいろ書いてあるんだけども、そうだね、まあ、パッと見た感じ、まっとりも、まあ、ここだけだね。先ほど元気なおじいが気がついたんだけど、ここがトリム調整、ラジコンっていうとね、だいたいこっち側にトリム調整がついてる場合もあるんだけど、まあ、中にはこういうものもあります。まあ、実際にこの、まあ、トリムってほら、右にこうまっすぐ走らせた時に左側に寄っちゃう、右側に寄っちゃってあるんで、これこの軸をね、これね、これね、トリム調整って ここのね、今これまっすぐ向いてるけど、ほらこれカチャカチャってやると、ほらタイヤがね、こっち向いたりこっち向いたりしてるので、もう単純なことです。左側に行っちゃうんだったら、ちょっと右側に向けてあげればまっすぐ走れるようになって、これがトリム調整と言います。これね、まあ、ここのところだけまあ覚えておけば、あとはもう楽だよね。引けばアクセル、後ろでブレーキ、ね、バックになります。左に曲がる、右に曲がる、こんだけですね。だから一番最初、ちっちゃなお子さんがね、ラジコンを遊ぶときに、もう真っ先にもこの操作からね、右左と前後ろね、止まる、ここだけ覚えればまず遊べる。これがもう全ての入り口だよね、ラジコンのね。はい、そんなわけで元気なおじい、これ今からこれ充電して、次の動画では実践を皆様にお見せしたいと思います。まあ、今回はもう写真を見てもめっちゃめちゃワクワクするんだけど、この作り見て、これね、昭和の時代だったらこれ絶対にこれね1万5000円じゃ買えないよね、このクオリティのこのクラスだと。絶対にこれね、プロポはプロポで別売りでしょ、絶対にこれね2万円超えるセットだよ、これ。実際にラジコンやってたけど、で意外とね、こういう四駆っぽいようなやつってね、パーツが結構高いんだよね。いやー、これが今4000円切って3000円台で買えちゃう時代なんだね。うわー、もう信じられないよ。ちゃんとここにバンパーもついてるし、パーンってぶつかってもね、後ろもある程度ぶつかってもね、これ大丈夫そうだもんね、これね、バンパー構造で、ここにちゃんとショックもちゃんと、ほらこのダンパーショック、ほらしっかりとしたし、もういろんな悪路をガタガタ乗り越えていくね。おじい、F1 がメインだったんで、ふとなんか行くとコンテナあるでしょ、コンテナの下の隙間にスンって入っちゃうんだよ、 F1 だと。まぶちのモータッチにつけてね、ピューンって言ってね、ターンってコンテナの下入っちゃうんだよ。うわ、出てこれねっつって、諦めた F1 もね、ありましたね。で、カーってね、Uターンさせるのにね、ちょっとタイミングがずれて、海にポチャンって落としたのもあるしね。
いやもうラジコンはね、でも広いところで遊びたいでしょ。今ね、公園の中でラジコンやってて怒られるところもあるからね、なかなかね、遊べるところって限定されてきてるよね。はい、そんなわけでね、いやラジコンこれは嬉しいな、本当ね、かっちょいい3000台でここまでのクオリティってなかなかないよね。ほら、絶対にいいよね、これね。めちゃめちゃワクワクするね。ほら、ガッタンガッタン、もうボコ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 行くよ、突き進むよ。はい、そんなわけで今回はこちらのかっちょええラジコンの開封をさせていただきました。で、あとね、一応特徴の方をもう一度ね、おさらいしてみたいと思います。今回はね、これ四駆じゃなくてね、2WD って書いてあります。これはね、後輪駆動になりますね。先ほども言ったように、この後ろがね、同時に回るので、これね、繋がっているということになります。後輪駆動です。で、フロントはこれ独立してるんだね。はい。ね。だから、ドリフトができるってことだね。これね。はい。そして、バッテリーが2個ついてるので、2個合わせると35分間走ることができるよってこと。これが嬉しいよね。何よりもね。はい。で、2.4GB のね、無線操作になります。あとね、まあ、大きいところの売り文句としてはね、まず速度がどれぐらい出るかってことなんだけど、これね、20キロ出るんだって、高速のラジコンか。そんなに出るの ?20 キロっつったらね、すごい速度だよ。ラジコンの20キロだったら、これで、カメラつけて、走らしたらね、いや、これすごいことになるよ。ね。いや、これちっちゃいカメラどっかにあったかな。ああ、ちっちゃいのないか。なんかこれぐらいのね、ちっちゃいの前あった気がするんだけどな。それここにつけて、ダーって走ったら、かっちょいいよね。20キロは結構速いよ。ラジコンの速度で。ね。で、バッテリー1個で17分間走らせることができます。で、デザインは16分の1のデザインとなっております。これで16分の1だよ。ね。かっちょいいでしょ、ね、はい。そしてね、強い衝突回避システムというものがあります。4つの車輪は独立したサスペンションスプリングを備え、対衝突性と対ビート性に優れます。で、タイヤがゴミ添えで、滑り止めデザインに加え、どんな状況の道でも頑張って走れます。ということでね、まあ、真っ先に元気なおじいがね、ここのとこ見たけどね、はい、このダンパーがちゃんとついてるんでね、どんな悪路でもね、ガッチャンガッチャン行くよってことでね、後ろ側もほら、ちゃんとね、すごいよね、こう、サスがこう、しっかりしてるんでね、ほら、こんなにしっかりしてるよ。ね。ガンガン、ガンガン、ガンガン、デレデデデデデデっていけるってことだね。いやー、すげえなー。で、複数同時走行が可能。あ、なるほどね。これ友達と一緒に同じものを用意してね、同時に走らせることができますよっていうものらしいね。で、前後左右4チャンネルだけで簡単操作です。右、左、ね、アクセル、あと、ブレーキだけだからね、バックだけだからね。小さなお子様でもお楽しみいただけます。誕生日、子供の日、クリスマスなど、子供のプレゼントとして、最高とかでね。まあ普段、もうこれぐらいのお値段だったらね、おじいちゃん、おばあちゃん、お孫さんにね、これ買ってあげたら喜ぶよ。4000円しないでね、お孫さんと一緒に、どう?ラジコンキャッキャキャッキャ言いながらね、遊べるよ。ね。いやー、楽しいね。で、まあ、振り機能、複数同時ができて、まあ、ショック、アブソバーで、装備。で、ゴム製のタイヤでね、もういろんな悪路ガタ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 いけるよってことでね。あと、強力なモーターってことで、坂道もね、登っていくことができます。で、内蔵バッテリーね、6ボルトが2個ついておりますってことでね。いや、このね、イメージを見てみると、はい、こんな感じ。はい、こんな傾斜も、楽々登っていっちゃうよってことで、かっちょいいね。めちゃかっちょいいね。これをおじいもね、実践でやってみたいと思います。ね、はい。あとはね、まあ、デザインがかっこいいよとかね、テク RC ね、テク RC ブランドでございます。ここに、ちゃんとほら、テックって書いてあるでしょ。このテックブランドなので、
テックブランドによるこのデザイン、おしゃれな外観設計でかっちょいいでしょ、ね、で、方向のスイッチ、ラジコンカーのバランスにしてくれて、崩れてもちゃんとね修正することができますよってことらしいです。はい、特徴はこれぐらいでございます。いや、気になった方はこのね元気なおじいのこの動画の説明欄、スマホで見てる方はねこの動画のタイトルがあるので、タイトルをクリックしてもらうと説明欄がピヨってこう出てくるんでね、そこにアマゾンのリンクが貼ってあります。いや、実際に細かい説明を見ていただきたいと思います。本格的なラジコンだよこれね、すごいよ、3898円で買えちゃうのやっばいねこれね。はい、そんなわけで今回は素敵なラジコンの開封式でございました。元気なおじいね、一応フル充電をして、それから実際に外で走らせる動画を撮りたいと思います。お楽しみに。そうだね、その動画ができたら、まあ、説明欄にもつけられるかな、このびっくりマークとかね、パッパッパッパンっていうところにもね、もし乗っけれたら乗っけたいと思います。そしてね、このラジコンについて何かねわからないこととか質問があったら、元気なおじいのところにコメントしていただければね、おじいが確かめられることだったらできる限りね答えたいと思います。そんなわけで今回はねこちらのラジコンを紹介しました。あとね、一個だけ今おじいね、あ、しまったと思ったのがあって、気になるのがねこれね、保証だよね。保証がねどれぐらいついてるのかなって、ちょっとおじいも今一瞬ねはって思ったんだけど、ちょっと待ってね。スマートね、ヘッドライトは点灯しますかってことでね、これヘッドライトは飾りなのでライトはつきません。これね、ここのところにねこうヘッドライトみたいなのがあるんだけど、これはね飾りです、ね、ライトはつきません。このラジコンは微調整できますか？微調整できるよ。トリム調整はできるよ。技的マークはありますか？あります。これはね。で、この、ここまでかな、カスタマーレビューはね。はい。あとね、これ保証がね、最後ちょっと一個だけ言いたかったんだけど、わかりやすいところにどこか書いてねえかな。ちょっと待ってね、分かりやすいとこに書いてなかった。じゃあこれはちょっと待ってね、ホビートイさん確かね、ここショップさんの情報のところに書いてあったと思ったんでね、このショップさんはねメールアドレスがあるので、直接何かあったらね連絡することができます。それでね、あ、ちょっと分かんないな、パソコンで見ないと分かんない、ごめんなさい、ここ見ればね何か書いてあるかなと思ったんだけど、何か問題があったらここに連絡してねって書いてあるだけなんだよね。まあ、ここの商品を見ただけでは、どんな保証がついてるのかはちょっと分かんなかったね。よいしょ、ちょっと待ってよ。そうだね、まあ、ちょっと iPad だとこうして自由な操作ができないのでちょっと残念なんだけどね、ごめんなさい。また詳しいことが分かったら説明したいと思います。あ、そうそう、あと仕様としてはね、対象年齢はこれ8歳以上です。一応対象年齢は8歳以上となっております。で、周波数は 2.4GHz で、走行時間はバッテリー1個で17分から18分です。で、バッテリーの充電時間は1本120分から150分かかります。まあ、ちょっと時間かかるけどもね。で、このプロポの方のバッテリーは単三電池を4本一緒とします。で、同梱物はラジコンカーにリモコン、バッテリー2個、USB 充電ケーブルが1個、ドライバー1本、取扱い説明書となっております。はい、そんなわけでね、詳細としてはこの辺だと思います。次の実際に走行編をお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。さあ、かっこいいねこのマシンをねぐるぐるっと見せながら終わりたいと思います。またね、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうね。ビヨビヨー。